ドイツ歴史博物館に所蔵されている巨人連隊兵士の肖像巨人連隊は兵隊王フリードリヒビルヘルム一世によって編成されたプロイセンの不評連帯。正式な名称はプロイセン第6不評連帯である。フリードリヒビルヘルム一世時代のこのえ連隊であり、ポーツダマーリーザンガルダ、ポツダム巨人軍とも呼ばれる。プロイセンの軍事優先主義を象徴するものとして、 当時から有名だった。後に王冠をかぶった五条とまで呼ばれたフリードリ・ヒビルヘルム一世は軍隊と兵士を愛し、即位する前から自身の宮廷の範囲内で背の高い男を見つけて小規模な部隊を編成していた。即位すると王は一連の軍事改革と並行してこの部隊を国家ぐるみで大きくすることを目指した。王は長身の男こそ、 理想的な兵士になると信じていたので、ひたすら背の高さだけを追い求めて、兵を集めた。まず各連隊に対し、部隊で最も背の高い兵士を定期的に供給するように命じるとともに、国内で徴兵官による背の高い男探しが行われた。もし、とても背の高い男を兵士として自ら差し出せば、彼の両親やその土地の領主には褒美を与えた。王の兵士集めは、 次第にエスカレートし、長兵官はプロイセンを出て、ヨーロッパ全域をめぐって、背の高い男を探した。極めて珍しいほどの背の高い男を見つけた場合、長兵官は、通常の何倍もの契約金や給与を約束した。記録によれば、身長216センチメートルのスコットランド人の男には、処刑費込みで8センターラーを支出したという。もし、 そういう好条件でも首を縦に振らなければ、誘拐して無理やり国に連れて帰った。すでにその国の軍隊に入っている場合でも誘拐は行われた。他国領に押し入ってまで兵士を集めることは当然、外交紛争となったが、王は全く反省せず、むしろ強制的な手段を躊躇する、徴兵官を叱った。王の奇壁は、国際的に有名になり、各国の大使は、 外交儀礼の贈り物として芸術品や宝石の代わりに長身の兵士を連れてきた。王はこれを喜び、兵士を差し出さない国の大使にはあからさまに不満を示した。この連隊、ポツダムコノエ敵団兵連隊は通常より一つ多い三つの大隊で編成され、かつ兵士たちは全員が敵団兵とされた。連隊の兵士たちは 他の兵士よりずっと良い待遇を与えられ、特に背が高く王に気に入られた兵士には、土地付きの家が送られたり、結婚の世話まで受けることもあった。王はそういう気に入った兵士の肖像画を描かせたり、像を彫らせたりして宮廷に飾った。連隊はポツダムで越平行進や訓練検閲を行い、その様子をプロイセンに駐在する各国の外交官に見せた。 一種乱れぬその動きは彼らをうならせたが、その感想は、様々だった。プロイセン軍は、とても強力だと感心する者もいたが、王の気癖、道楽に過ぎないと軽視する者もいた。確かにこの連隊に限って言えば、これは、王の道楽だった。膨大な費用を費やして編成され維持される。この連隊は、しかしその戦闘能力に疑問が持たれていた。 器用体効果が見合わないばかりでなく、兵士たちを選抜する基準がもっぱら慎重に寄ったので、中には、兵士として、ふさわしくないものも少なからず、含まれていた。それでなくても誘拐されて無理やり兵士にされた者たちは、隙あらば逃げようとし、さもなくば、王を殺してしまおうとすらした。ある時、越兵において王は突然兵士の一人から、発砲を受け、危ういところで、弾は横にいた。 価値観に当たった。そんなことがあっても、王はこの連隊を廃止しようとは思わなかった。息子のフリードリヒ二世が即位すると、新王は、この不経済な連隊を、解体とした。巨人連隊は、残留を望む者だけを一個大隊に集めて、不王を記念する、第六個の絵敵団兵大隊とし、背の高い男を、やたらと集めるようなことはしなかった。この絵舞台の役目は、 フリードリヒ2世が大太子時代から連隊長を務めていた第15連隊に移った。外交官の間では当初、これは以前からの予測通り文学や哲学に傾倒する新聞が軍備を縮小して文化面に注力する証拠と見た。しかし、フリードリヒ2世はこの連隊にかかっていた費用でさらに軍事力を増強した。巨人連隊改め巨人大隊は、 その後のフリードリヒニセイの戦争に従軍して、やはり他の部隊と同様の水準で優秀であることを示した。ナポレオン戦争中の1806年、プロイセン軍がイエナ・アウエルシタットの戦いに敗れた際、巨人大隊はフランス軍に降伏して最終的に解散となった。同年、巨人大隊及び第15連隊の残存将兵によって、 プロイセン第一この F 評連隊が新たに編成された。ありがとうございます。